秋の母小草は、菊花母小草族の一年草、越年草の一種。一年生草本。茎は、上部で分岐し、表面に白い綿毛が生えている。高さは30から60センチメートルになる。葉は皮新型で、長さが4から5センチメートルで、幅が2.5から7ミリメートルであり、上面が緑色、裏面には白い綿毛がある。葉の基部が、 耳形になっており、茎を抱くようにつく。カキは9から10月で、茎の先端に炭鉱色をした多くの頭花をつける。日本、朝鮮半島、中国、東南アジア、インドに分布する。やや乾いた産地に生える。日本では同族に母子草があり、同種はごく普通種で、本種によく似ている。違うところは、母子草は、 葉の両面に毛があって白く、茎は、基部で分子して、先端近くではほとんど分子しないことで、本種では、葉の裏面だけが白く、茎の上部で、よく分子する。2000年までの環境省レッドデータブックでは、絶滅器具 i b 類に選定されていたが、2007年には、絶滅器具ル類と評価された。その後、2012年には絶滅器具 i b 類に、選定し直された。 秋の母小草、BG プランツワ苗学名インデックス。秋の母小草、BG プランツワ苗学名インデックス。ハット AB 原色日本植物図乾燥本編愛。ありがとうございます。